ほんまに、せやから。年取ったらな、気ぃつけな、もう。はい。いろんなことをやりそうかな。そう。ほんまに、これ直す。忘れ物をする。だから帰るときは、もう一度口の中で小さくチェックと言って、本当に忘れていないかどうかをチェックしよう。文章でも当然な、チェックしよう。エアコンを消すのも、チェックしよう。すべてのことにチェックをする習慣をつけよう。若い人でも間違う。年取ったら余計間違う。この間違いが時としては大きな結果を、悪い結果を生む。私なんかは超高齢者。もうチェックを当然のこととして生活して、まあこれでなんとか大きな過ちはなくて済む。私は今でも車を運転する。これもチェックが必要。それとさらに車となったら事前にチェック、自動チェック、走っている時のチェック、すべてチェックをする。これによって比較的トラブルが少ない。だけどチェックしてもトラブルがある。だからチェックとチェックも必要である。こういうふうに何とはなしに生きて、何とはなしに何かをする老人はもうボケが始まる。チェック忘れるな、チェックのチェック忘れるな、事前のチェック、事後のチェック忘れるな、物事をやっている途中のチェック忘れるな。こういうふうに生きることはミスの防止だけでなくボケの防止にもなると思う。皆さん、チェックを忘れんなと言いたい。